先生。は？キグ、あんたは当たったら何に使うの？え？聞きたい。何？どうする？なんか期待されてる。大好きなヨーグレットでお家を建てるの。らしいね。かわいい。なわけねっつうの。期待通りの答えをするのも疲れるわ。なんだ？なんか熱い。もっと触って、会長。私は宇佐美ハニのもう一つの人格よ。で、追加オーダーがいちごとラズベリーの杏仁豆腐2つで、あとお水おかわりお願いします。はい、お水ね。水、セルフサービスだと楽なのにね。え、真冬ちゃん？あ、で、あいつ絶対追っ立ててるんだ。カーナリスがそんな野蛮な種族だなんて思われたくないのに。貴様らバケモノが。貴様らのはお前らの方だ、この餌どもが。おっと、上品に上品に兄さんのメンツを潰してしまうのだ。で、俺の勝ちは確定だな。お前らとはレベルが違うんだよ。例えばこれは何と呼ぶ？え、網？タモだ。これは釣り竿？ノベ竿だ。ただのクイズじゃねえか。そんなんで釣りの実力が測れるかよ。それもそうだな。そこは素直なのかよ。ははで、美しい辰吉。私は私の美しさは世界一。さあ、グミンども、私にもっと賛辞を送りなさい。あの、辰吉さん、来世で貴族に生まれ変わったらダンスをご一緒してあげてもよろしくってよ。うわ、変な人格出てきちゃった。で、はい、かなこさん、何でも言ってください。どうなさいましたの、かなこさん。さ、何でも言ってください。ううん、何でもないの。まあそうなの、かなこさん。そして土下座するのかしないのか。まだ引っ張るんですか、そのネタで。で、あっという間に2敗、待ったなし。デブ兄弟、超役立たず。面目ない。なんかさ、アギトがこんなバトルやりたくないって言ってるよ。ちょっと変わるね。ふざけてんじゃねえぞ、このうんこども。この俺を誰だと思ってんだよ。牙の王アギトと笑う者が、あんなカツライダーどもと戦えるかよ。俺の道が汚れるぜ。あー、で、嬉しい銭形さん、友情って素敵、永遠はあるよ。私様とあなたでは住む世界が違うのよ。そこんとこよろしく、チクヨロ。ゼニガタさん、お気持ちだけはいただいておきます。どうもありがとう。じゃあね。で、何か落ちたぞ。これは、あー、見ちゃった。大好きなお姉ちゃんの写真を持ってるとね、修行中も寂しくないの。ガブリエル、お前、お姉ちゃん、これだけお姉ちゃん好き好きオーラを出せば余計な詮索なんてしないに違いない。つくづく小賢しい手を。そんなガブちゃんが素敵です。で、ダメ、恥ずかしいから見ないで。あげるニコニーからスペシャルハッピーなラブ。あ、バッテリー切れた。なんでよ。で、明日一日一緒にどこか行かない？チョコも明日渡したいし。ああ、それってデートですか？やだ、そんなん。トールくんたら冗談じゃねえ、絶対やするんだよ。
嫌だってんだよ。で悪い、寝坊した。エレンかな。エレン、あんた、ちょっと。ミカサ、俺が来たからにはもう大丈夫だ。うわ、遅刻してはダメでしょ。はい。で、次は左隣のヤナさん。音楽やってんの。音楽？そう、聞いてく？ハーデスがヘラクレスに踏みつぶされたような声ですね。何そのフレーズ。いただき。で、あれ、テトラポッドじゃない。バダク入れ間違えたでしょ。うるさい、早く消そう。はい、もう一回王様ゲーム。あれ、なんだこのイントロ。この曲なら歌えるぞ。王様だーれ。青は俺だー。ね、ネギシ君。ドラッカー、全ての女をレイプせよ。待って。で、僕は全く興味がない。なぜなら僕は彼女のことを知っているからだ。学生の本分は勉強よ。彼女の声はこう聞こえ、つうか私楽器相手しないし。彼女の姿はこう見えるのだ。年収は最低でも4000万はないとね。で、でもさ、パンダって可愛いよね。パンダ好きなんて可愛いキグちゃんにぴったり。パンダ大好き。正直パンダなんてどうでもいい。やつらマジ目怖いし。で、ここのお父様の隠し子です。うお、もしもし、あなた。うん、私よ。話聞かせてもらおうか。何の話？てめえの下半身に聞け。で、うわあ、あんなに敵いますよ。やはりピンチな感じ。大丈夫です、この私に。お前ら完全に目的忘れてるだろう。で、この奥から聞こえるね。そっとな、そっと。了解、了解。ブツブツうるせえぞ、おら。お姉ちゃん、お泣かさないで。で、キグ、赤ちゃんの作り方分かってる？期待されてる。好きな男の人とチューするとコウノトリさんが運んできてくれるの。かわいい。そうだよ、まだ知らなくていいんだよ。ち、期待通りの答えするのも疲れるわ。で、あっ、ユザリンにそんなこと言わせないでください。で、そして死ね。死んじゃダメです。身内ではそれをブラックハルと呼んでる。はあ、つまりカズラさんと同じタイプの。いや、神楽よりタチが悪いんだよ。高みの見物してんじゃねえぞ、ユキ。今日こそお前をいただくぜ。いただいてどうする。で、なあ、こりゃまたちっちゃいな。お前がさっき釣ったのも同じくらいだったろう。釣りってのは自然との戦いだ。勝つ気がねえやつに魚は食いつかねえ。そういうお前はまだ一匹も釣ってないが、港町装置だったよな。川釣りは初めてなんだよな。ツッコミずれえよ。つうかバンダナつけたり外したり忙しいな。で、お説教なんかつまんない。それより私と遊ぼ。ちょ、いつの間にバニーになった。朝日奈、ちょっと触んないで。お騒がせしました。